母さんあるある、お母さんあるある、お母さんあるある、芸能人の名前を微妙に間違える。とりあえず米津玄師のことは絶対米津玄師って言うよね。あいみょんのことをぬらりひょんって、もはやもう人間じゃなくて妖怪だよね。ちなみにうちのお母さんはメルカリのことチャルメラって言ってたけどね。お母さんあるある、お母さんあるある、ほらあれよあれあれ、ほらあれよあれって、あればっかりで何言ってるかわからない時がある。何言ってるかわからないって言ったら、だからあれよって逆切れしてくんだよね。だからあの時のあの人のあれよって謎が深まるんだよね。でもお父さんにはあれだけで伝わったりするんだよね。愛だよね。お母さんあるある、お母さんあるある、これ流行ってるやつでしょって偽物を買ってくる。微妙にスペルが違う T シャツ買ってくるんだよね。いらないって言ったら結局お母さんが着ちゃうんだよね。友達が遊び来た時にそれ見られたりしたらめちゃくちゃ恥ずかしいんだよね。お母さんあるある、お母さんあるある、それいつ使うんだよっていうものいつまでも取っておく。冷蔵庫にシュウマイのからしとか、何のタレだよこれっていう小袋とかあるんだよね。デパートの紙袋とかお菓子の缶とかたまる一方なんだよね。そんだけいらないもの貯めてるくせにおもちゃ欲しいって言うと、そんなものうちに置く場所ありませんって怒るんだよね。お母さんあるある、お母さんあるある、家と外で性格が一変する。家で見せる鬼の形相は外で見せることはまずないんだよね。あと電話の時のはいもしもしって第一声やたら声高いよね。でもさ、お母さんって変なとこあるけど、みんな結局大好きなんだよね。愛だよね。お母さんあるある、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 みんなのあるあるコメント欄で待ってるね。ばー、結局コメント書かないんだけどね。散歩すると気持ちいいねばね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。うるさいねばね。選挙の演説ねばか。世の中のすべての人やものにありがとうを伝えたい、ありがとうでございます。なんかうさんくさいねばね。今日は世の中のお母さんにありがとうを伝えたいと思います。飛びまくりねばね。お母さん、それいつ使うんだよっていうものをずっと保管してくれてありがとうございます。はあ？お寿司についてた醤油、シューマイのからし、確かに冷蔵庫に溜まってるねばだけど、たまにそれを使わされた時のこれ腐ってるんじゃねという恐怖。いやいや、これありがとうって言ってただディスってるだけねばよ。
おかげさまで消費期限が切れてもお腹が痛くならない丈夫な体に育ちました。ありがとうございます。完全にディスってるねばね。お母さんありがとうございます。あれよあれほらあれってほぼヒントゼロの状態で会話してくれてありがとうございます。いやお母さんそういう時あるねばだけど、あればかりでわからないというと逆ギレする理不尽な態度。ほらやっぱりディスってるねばね。おかげさまで推理する力が身につきました。ありがとうございます。この人嫌味しか言ってないねばよ。お母さんありがとうございます。ほら流行ってるの買ってきたよってパチモンの T シャツを買ってきてくれてありがとうございます。確かにお母さんそういうの買ってくるねばだけど、ナイキだと思ったらナイス、プーマだと思ったらパーマ、完全にパチモンねばね。おかげさまで人の目を気にしない性格になれました。ありがとうございます。嫌味すぎるねばよ。お母さんありがとうございます。一緒に歩いているとき偶然会ったママ友と長話してくれてありがとうございます。確かに長いねばだけどね、ママ友との会話。気がついたら1時間、気がついたらもう夕方。あれ待ってたらめっちゃお腹空くねばね。おかげさまで何事にも耐えれる忍耐力がつきました。待つのも子供の仕事でございます。ありがとうございます。っていうかこの人誰に向けて演説してるねパパ。お母さんありがとうございます。家と外で性格が真逆になってくれてありがとうございます。もうこの人もはや全てのお母さんは敵に回してるねばよ。家では何やってんのと低い声、外ではこんにちはと高い声。誰が得するねばか、この演説は。おかげさまで人間は誰しも二面性があることを学べました。ありがとうございます。いやもう絶対この人落選確実ねばよ。あーっとそろそろお時間でございます。でも最後にこれだけは言いたい。お母さんいつも家族を見守ってくれてありがとうございます。いや今さらフォローしても遅いねばよ。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してねばね。グッドボタンベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズアプリの情報はホームページにあるねばよー。